はい、どうも、ライスゲームズのライスです。ではね、やっていきますか。テリーのワンダーランド2回目、てかパート2。なんか出てきたね。キリキリバッタ。一応、次の扉の2番目に来たのかな。で、ちょっと行こうかなと思ったんだけど、レベル、ホイミンのさ、レベルがさ、6なんだけど、強くないこいつ。レベル6なんだけど、能力値はそんなに高くないんだよな。とりあえず、ガンガン進めて、勝てんくなったら配合でレベル上げていくっていう形でいいかなと思って。たださ、倍速があるからさ、めちゃくちゃ快適。音なくなるんだけど、めちゃくちゃ快適でさ、見てこれ。めっちゃ快適じゃないこれ。あで、こんなことになるんだよな。倍速にすると。じゃあお前はキリで。キリ。このまま連れて行きますか。連れて行けるの？じゃあ青になるわ。あ、強さ見れるんだ。待って。じゃあ、キリの強さは？レベル2なんだ。弱い。じゃあ、お前で。そっか、強いやつをその場で仲間するんだ。見てこの快適さ。よくないこれ。うわーこれすげえいいじゃん。で、キリキリバッタね。もう、こんなんもうボコボコよ。ボコボコパンチよ。で、もう、なんか薬草もったいなかったりしたら、仲間になりそうですっつったら、入れ替えればいいんだ。もうキリキリバッタンボコボコよ。うわ、いいよ、いい、最高。もう全部さ、倍速のあれつけよ。もう RPG はすべて。すべての RPG 倍速つけよ。もう最高。薬草ね、よし。薬草ね、よし。で、これも、こう言って、あい、にくい。おい、7ドル !7 ゴールドだと。あ、もうごめん。なんか、キリキリバッタ以外全然出ないな。うわぁ、もう最高だぜ。最高だぜ。燻製肉。燻製肉ってめっちゃ良かったよね。売ろうかな。これ、売ってさ、薬草買いまくった方がいいんかな。うわぁ、こんだけスルスルやったら超いいな。音いる？あ、なんか強そうに出てきた。あ、死んじゃう。いや、でも死んでもいいから。キリカルお化け先に殺して、グレームに仲間したいな。グレームに仲間しよう。仲間になれ。いや、気合で仲間になれ。でも全然強くねえな。全然強くないなら別にいいかな。でも肉ガンガン使った方がいいんかな。薬草はガンガン使った方がいいから、結構拾えるからさ。薬草はガンガン使って、魔物の餌とかめっちゃ持てるな。まあ、持てんくなるまでちょっと持ちまくるか。あとは倍速でさーっとやって、グレームリン捕まえたいな。あ、キリカボお化けでもいいな。ちょっと魔物の餌使ってみるか。魔物の餌を敵に使う。ルンルンルン。これ2回使ったら、寝ちゃった。これ、次のターンも寝ちゃってる？次のターンというか。あ、これもう寝てないね。さすがに起こすか。お、起きろ、起きろって言ったから。ビンタ、思いっきりビンタするな。でもこれワープがあってもとりあえず無視で、キミエラの翼、なんか来い。うわぁ、なんか来てるなぁ。じゃあ、ファーラット。じゃ、ファーラット仲間にしたいから。うわぁ、これ、操作するのめんどくさいなぁ。まあ一回、もうしょうがないか。ファーラット仲間にしたいから、まあなんとかこう、キリキリバッター、あ踊るような足さばき。バイバイ。あー、倒しちゃったな。まあいいか。まあ、次でいいよ。最初から投げてもいいか。あ、でも最初から投げてあれか。操作できねえから、あれなんだ。てかさ、これどんどん捕まえた方がいいんだけど、全然仲間なんねえな。やっぱ、どんどん使っていった方がいいんかな、肉。あ、グレムリン来たね。命令させろで、あ、これはエーレンだでいいか。で、次、ちょっと肉投げてみよっか。魔物の餌。敵。喜んで食べた。懐いた。よし。腹減っとったんやな。腹減った状態であげたら、来るやろ。来るやろ。なんとグレムリン、メスが起き上がり、こっちを見ている。仲間にしよう。いいや、まあもちろん、はいで。まあ、グレちゃんね。はい。まあちょっと見るか。強さ。レベル2。ああ、賢さ高いんだ。こいついろいろ覚えそうだな。こいつの方がいいかもしれない。ちょっと、あんどけて、こいつにしよっか。
じゃあこれ倍速にして、グレイモリンちょっと配合したいから、なんか、ならんかな。あ、切り株お化け。まあ、とりあえず戦わせるか。ガンガン仲間にしたいから、お、なんか、ファイヤー。グレムリンか。魔物の餌、定期的にあげよう。で、倒して、こうかな？来い。ああ、来ないか。ガンガン仲間になってほしいんだけどな。お、え？あれ？ここあれやん。ドラゴンクエスト1のさ、下にグーって行った後のここやん。え、ちょっと勝てないっす。ちょっとドラゴンはまだ勝てないっす。は、王子様、私を助けに来てくれたのですね。はい。まあ嬉しいポ。どうぞ私を抱き上げてお城に連れて帰ってください。テリーはお姫様を抱きかかえようとした。しかし持ち上げられなかった。 そうよな。そうよな。筋肉鍛えてないもん。いいのです。あなたはまだお小さいものですもの。だから持ち上げられないのです。そうと言ってくださいまし。はい。ごめんね。では私はもう少し大きい方をお待ちします。これさ、ドラゴンクエスト1さ、やった人しかわかんねえよな。俺これ当時やってなかったっけ？さっぱりやったわ。こんなんあるんだな。じゃ薬草使って多分、これドラゴン戦うよな、多分。多分だけど。薬草ガンガン使っちゃおう。うわー、こんにちは。こんにちは。ぐー。久しぶりだな、客人は。かっこいいな、このドラゴン。なんだ。来たね。口開いてるね。でも、口の中になんかもう石とか詰めようぜ。俺、ガンガン行こうぜで。あ、全ガンガン行こうぜにせなきゃいけないな。まあ、ガンガン行こうぜで。う、1？ 12？ 15？ いや、負ける。まあ、負けです。8。もうグレ荒れないんだよな。じゃあ、ちょっと。これ命を大いやこれスラボガンガンで、ホイミーは命を大事に、グレはガンガン行こうぜ。よし、火炎切り強い。 グレに食らったら死んじゃう。あ、これ A 連打でいいんだな。結構便利っちゃ便利。え、グレ回復させてよ。火炎切り、あ。ガンガン行こうぜ、命。ちょっと頑張って。よしよしよし。え、うわー、てか、こいつドラゴン仲間になるんかな？あ、見守ってる？なんで？ガンガン行こうぜ。え、これ勝てるんかな？え、痛い。これ勝てるの？これ。勝てる気しないんだけど。ガンガン行こうぜ、命を大事に。よし。ナイス。よし。ナイス。え、これ勝てるの？え、見守るんじゃないよ。ガンガン行こうぜ。すればよかった。これ、ガン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 で行こう。ホイミンが一番早いな。まあ。まだいける。ガンガン行こうぜ、命を大事に。で、回復してくれる。やばいな。あー、やばい。でもホイミンが、あ、危ねえ。勝手にやってくれた。あざっす。え、強いんだけど、こいつ。な、バカじゃないの、こいつ。バカじゃん。バカすぎん？強すぎん？バカすぎ、強すぎん？ な、こいつ、超強いんだけど。なんでホイミンあと1回しか使えない。うわー、ホイミン死んじゃった。え、あとこいつ HP なんぼよ。てか、急所当たれや、急所。16。え、まだ死なん？いつ死ぬん、こいつ。え、こいつ強くない？あ、どうした？急に死んだ。なんと、ドラゴンオスが起き上がり、こっちを見ている。はい。もちろん中身する。ドラン。え、ドラゴがいいけど。ドランじゃなくて、俺、ドラゴがいいっけ、ドラゴにします。やっぱドラゴよ。じゃあ、もちろん、グレムいらんわ。こんなゴミよ。グレムいらんいらんいらん。回復はいるしな。お前、強い。勝ったな、普通に。お姫様持ち上げれなかったんだな。残念だったな。さあ、帰ろう。置いていくのかよ。ガチで置いていくんかよ。じゃあ、これもしかしてさ、これドラゴンクエスト3も多分出てるよな。1、2、3、4のその舞台をテーマとしたんかな。おー、テリーをドラゴンを倒してしまったか。お主、見かけによらず、なかなかやるではないか。旅の扉には魔物が100種類ほどおる。うん。それ言い過ぎ。え、100種類？お、ちょっと言い過ぎたか。今後も頼むぞ、テリー。まだ配合はできんのか。
まあ、多分下に行って配合はできないのよね。じゃあとりあえずやっていきますか。てか、よう、ドラゴン、よう倒したな。レベル6。まあ、ホイミーがもともとレベル高かったからな。よく勝ったな、俺。てか、ドラゴンいいね。じゃあ次、ちょっとこっちの、上に行ったんで、今度下に行こうかなと。あ、終わったところは、回転が止まるんだ。あ、ドラゴンのさ、あそこの、なんだっけ、これあったじゃん、さっきの、なんか、商店のところ、さっきのじゃないけど、商店のところの、そのなんか、火くれよみたいな話があったんだけど、それドラゴン連れて行ったら、なんかやってくれたんじゃないかな。なんか、いいアイテム取れたんじゃないかな。で、これ勝てる？あ、お化け、ゴースト。ゴースト欲しいな。ゴースト倒さんで。じゃ、ゴースト倒さんで。よし。お前、ドラゴン。こいつ、KY。KY だな。じゃ、倍速にして、ガンガンやっていきますか。この倍速のこの感じがすげえ好き。なんか、ドラゴン？ドラゴン2。燻製肉しかないもん。燻製肉でいっか。燻製肉を差し出した。コドラ。すげえかわいい。うわ、じゃあもうホイミー。ホイミーいる？もうコドラなんか、でもスライムいる？仲間ならんし。燻製肉あげたのにスライムならんし。もう、燻製肉あげて仲間になるともうぶち殺しちゃうよ。殺せ殺せ、もうこいつの。仲間にならんでいいよ、お前。し。あー、肉欲しい。薬草とかいらんけ、肉欲しい。あ、ゴースト欲しいな。でも肉ないんか。肉ないけ、とりあえず戦うしかないんか。これ戦うしかないっていうのはどうしようもねえな。どうしようもないですね。てか、なんか1の5か。結構あれやな。結構行くな。もうガンガン進んじゃっていいかな。その、下に降りちゃっていいかな。でもね、アイテム全部取りたいんだよな。わかる？この全部アイテム取りたい系男子。まあ、でも、とりあえずガンガン行くか。うわぁ。もう穴が開いたら、穴があったらすぐ入ろう。まあ、ゴーストね。てかもう、肉ねえからどうしようもねえわ。肉ないからどうしようもなし。ドラゴン死んじゃった。これ死んだらさ、なんかないんかな。何もないね。あらー、死んだら何もないか。まあ、スラボちょっとレベル上げたいから、スラボとホイミンちょっとレベル上げたいから。これさ、一人死んだ時と、二人、てか、一人の時と三人の時って経験値多くもらえるんかな。9。一体で9か。まあ、でもとりあえずホイミンも死んでもらって、ちょっとスラボをちょっとレベル上げたいところではあるんだけど、今何本経験値もらったかわからんな。魔物の餌。もうとりあえず行くか。お、アイテムやー。ここは道具屋です。なんか、復活のやつあります。目覚めの粉。まあなんか予想できるわ。天使の巣ってなんだ？月桂樹？うわ、わかんねえ。世界樹は回復。復活はわかるんだけど、高っ。あー、天使の巣とか月桂樹とかって、おそらく状態以上の回復かな。これ目覚まし。天使の巣なんだろうな。呪いかな。これ麻痺っぽいけどな。麻痺か、咳か。これ売りに来た。あー、結構短くなるんだな。まあ、とりあえずいっか。とりあえず何でもいいわ。これ大丈夫かな。スラボーだけちょっと回復しとく。スラボーはちょっとレベル上げないのに、スラボーはスラボーでいきたいんだよな。薬草でちょっと回復さしといて。よし、OK。魔物の肉いっぱい買った方がいいんかな。で、倍速にして。ちょっとまだよくわかんねえから、とりあえずガンガン進めよう。お、なんか、うわ、なんかニワトリがおる。まずゴーストを倒して、ゴースト、うわぁ、ゴースト倒せ、あー、ホイミン死んじゃった。ピッキー狙うんだ、ピッキー。あ、ピッキー狙うなよ。じゃあもうこいつでもいいからさ、お前仲間になってくれんかな。お前仲間になってくれん？多分1対1余裕で倒せると思うけど、どう？
うわー、一回戻るかな。今経験値4ぐらいしかもらえなかったか。賢さの種なんかもらった。まあでも一旦戻るか。ちょっと命を大事には使っていくか、ガンガン。多分戻っていろいろやる方、やるやり方であったと思うんだよな。ガンガンこう戻っていって戻っていっての、よしの繰り返しが一番いいと思うんだけどな。まあ、とりあえず戦うでガンガンいって、まあ、HP もう上だけいいな。上だけ見える感じで、上だけ見える感じでやっていけば、もう別にそんな簡単に死ぬことはない。まあ、死んだけどさっき。上だけ見る。まだ HP は大丈夫。で、戦いながら回復させればいいよね。で、もう歩いたら勝手に回復するから、あの、MP が。あー、肉手に入ったね。肉手に、肉いいね。骨付き肉。いいね。なんか、霜降り肉とかなかったっけ？なんか、そんな気がする。あー、魔法移民ちょっとダメージ食らったね。よし。もう、さっさと行こう。お、いいね。ラッキー。ラッキーなのか？でも、もう倒せると思うんだよな。もう、なんか、ボス余裕でしょ。あ、金あったけど、もういいか。でも、肉も取って。あー、いいね。もう、ガンガン進める。マッドハンドおるやん。で、ちょっとこれ、ガンガン行こうぜ。命を大事にガンガン行こうぜ。お、マッドハンド。燻製肉。燻製ですよ。いい燻製されてますよ。そこら辺に落ちとったやつやけど、その辺に落ちていた燻製肉どうですか。うまいよ。もうどうやって食べるか知らんけど、お前どうやって食うん。お前どうやって食うん。口開くんかな。あの手首あたりから、手首あたりから触れて、おお、肉肉肉肉肉。あれ、これ以上持てない。全部で、5×4、20個持てるわけか。まあまあ、薬草いらんからガンガン使っちゃおう。薬草そしたら売ればよかったな。捨ててもいいぐらいあるな。売ってもよかったな。まあ、どれぐらい持てるか知りたかったから。あ、おい、おい、え、うそん、え、セーブしないぞ。全然セーブしないぞ。うそん、え、そんなことある。え、ゲームが止まるとかあると。え、嘘やん。いや、なんかあるはずや。始まる。嘘やん。え、嘘やん。嘘。レトロフリークだから、レトロフリークの力があれば、なんか別にこんなこと絶対ならんやろとか思ったけど、うそん。うそん。終わり。うそやん。うそん。うわ、倍速でこんなことしたら、こんなことになっちゃった。うわ、マジかよ。ちょっとリセットしたらどんな感じになる？一回もセーブしないもんな。一回もセーブしない。俺セーブ一回しなかったっけ？どっかで俺セーブせんだっけ？ドゥーン、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 ドゥーンじゃねえよ。ある。レベル1からや。嘘やん。あ、ここで一回セーブしたんか。最初っからじゃん。うわ、マジかよ。でもよかった。レトルフリークだと、倍速すると止まるんだね。マジか、こんな止まり方初めてや。じゃあまあ、しょうがないか。じゃあ、まあ今回ちょっとこの人かなり短いかもしれんけど、全然進んでね。このペースでさ、行ったらさ、多分、パート30ぐらいになるぞ。いや、次回めっちゃ進める。次回めっちゃ進めるし、次、多分左の下のところの、ボスの前で、ボスの前まで進めておこうかなと思います。あ
あら、これ何分ぐらいかな。超短いよな。めっちゃ短いよな。いや、マジかよ。そんなことあるんやな。まあ、いいか、ちょっと、最近、動画のストックがめちゃ少ないから、短くて正解やったかもしれない。